皆さんこんにちは。はい、私は先ほどご紹介いただきました、この地域を主に中心にしてブレントレーナーとして活動しているものです。今日は皆さんにブレントレーナーとして私が活動している中で体験したことや事例を踏まえながら、これから今現在も突入している高齢社会、超高齢社会の生き方提案、そして地方予防についてのお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんももうご存知の通り、日本は超高齢化、超高齢社会に突入しております。じゃあ今の日本の状態をちょっと見ていこうと思います。65歳以上の方の比率が 21% を超えたら超高齢社会と言われています。日本はすでに2007年から人口比率の 21% が65歳の以上の高齢者だということにもなっています。そしてその人口比率の高齢者の割合がますます高くなる傾向に見られます。2025年にはなんと 30% の方が全体の人口の中で65歳以上の方だと言われます。そしてなんと60年には 40% を超えるのではないかと推測されます。今現在もうすでに超高齢社会となっているこの私たちの国、これからどんなふうに個人個人生きたらいいのか、そしてその社会はどうあるべきか、とっても大きな問題が山積していると思います。じゃあその超高齢社会に伴って一人暮らしのお年寄りが増えています。2015年には高齢者人口の割合が男性は 12.9% ですね、 12.9%、そして女性は 21.3% になると言われているんですね。それに伴い高齢者の夫婦だけの世帯も増えているということなんです。その割合がなんともう過半数を超えていると言われているんですね。高齢者全体の中の比率で一人暮らしの高齢の方、そしてまたご夫婦で高齢の方の家族が2035年には 68% を超えるのではないかと言われています。はい、それに伴って実は平均寿命、皆さんご存知の通り伸びていますが、その平均寿命の伸びに比べて健康寿命の伸びが小さいと言われています。平均寿命、男性の場合2013年には 80.21 歳になっているんです。そしてそれに比べて健康寿命が 71.19 歳、女性の場合は2013年のデータによりますと 86.61 歳の平均寿命なんですね。そしてそれに比べて健康寿命が 74.21 歳、この格差がすごくあるということなんですね。私たちブレントレーナーはこの格差をなくすことに一生懸命なくすために活動しております。はい、それに伴って先ほどもよく話題に載ってました認知症の割合が、認知症患者の方が増えているということで、なんと2025年には5人に1人、高齢者の方の5人に1人が認知症患者になるのではないかと推測されています。じゃあここでちょっと認知症についてその原因をちょっと見てみたいと思います。医学的には認知症、なぜ認知症になるのか、医学的な見解からで言いますと、脳細胞が死滅し障害が起こることに起因する、また脳の血管が集まり脳梗塞、梗塞層が増えたり大きくなったりすることによって
徐々に脳の機能が低下すると言われています。そしてまた生活習慣から見てみますと、運動不足の認知症になるのではないかとも言われています。また人との交流の不足、また個人の目標や夢の不足が原因で、こういった原因で認知症になるのではないか、生活習慣の面から言えばこういうことが原因ではないかと言われるようになっています。ということは、普段ご自身がどんな生き方をされているか、どんな考えで、どんな心で生きているかということがとても大事になると思います。私が一番力を入れているのは、この生活面での改善についてサポートしていきたいと思っています。先ほど皆さんが少し体験していただきました脳教育のブレイン体操、ブレイン瞑想を使ってこの認知症予防ができるのではないかと期待されています。じゃあどうやってそれを、認知症の問題を、原因を解決できるのか、脳教育のブレイン体操、ブレイン瞑想の面から見ていきますと、はい、じゃあ運動不足はどう解決したらいいのか、これは先ほど皆さんが少し体験していただいたブレイン体操、ブレイン体操、皆さんとっても熱くなりましたね。熱くなってなんか汗も出たりしましたよね、はい、体を動かすことによってエネルギーの流れ、気の流れとともに血液の流れが良くなって体がほぐれていく、脳がほぐれていくという効果が期待されます。そして人との交流、その不足をどう解決したらいいのか、それはブレイン体操の中でやったり、あるいは前後でやったりするヒーリングということをやっています。先ほど皆さんお互いに背中叩き合いっこしたりしましたね。それがヒーリングと、ヒーリングに当たります。お互いに背中叩き合いっこしたり撫でたりしたら、ああ気持ちいいとかって自然に言葉が出ます。ありがとうって自然に会話が弾みます。それによって人との交流が進んで、認知症対策になるのではないかと期待されています。個人の目標や夢、ブレイン、その不足をどうしたらいいのかはブレイン瞑想で解決されるのではないかと期待されます。先ほど少し瞑想していただきましたね。天文瞑想といって、何か頭に100へというツボ、天文に何か重い、少し重いものを乗せて背筋をまっすぐして目を閉じ、呼吸を感じてもらう、それもとってもいいんです。そしてもう一つ加えるとしたら、私のなりたい姿をイメージしてもらって、それがすでに成し遂げられる映像をイメージしてもらいながら瞑想、呼吸してもらうと、この効果が出るのではないかと期待されます。はい、それによってこれらのブレイン瞑想、ヒーリング、ブレイン体操によって認知症予防が可能ではないかと期待されています。じゃあ認知症テストのアンケートがございます。これは認知症テストとして一般的によく使われている認知症アセスメントシートというのを使って70代の方を対象にアンケートをしていただきました。トレーニンググループっていうのがありますね。トレーニンググループっていうのは、トレーニング、このブレイン体操、ブレイン瞑想の脳教育のトレーニングを半年以上している100名の方を対象にアンケートを取りました。そしてコントロールグループっていうのは、ブレイン体操、ブレイン瞑想など何もしていないグループの方100人を対象にして、認知機能に対する21問の設問をしました。1、問題なくできるから、4、全くできないという4段階評価で診断をしてもらいました。点数が低いほど認知機能がより正常に働いていると言えます。はい、じゃあトレーニンググループ、トレーニングをしたグループは、してないグループよりも数値が低いですね。これによってブレイン瞑想、ブレイン体操が認知症予防に効果があるのではないかと
期待されます。まあ、数値的には 23.6 と 24.7 ぐらいですか、あんまり大差はないかも分かりませんけど、でもそれでも期待されることは確かだと思います。これら のブレイン体操、ブレイン瞑想を通して私たちがやっているブレイントレーナーとしての活動を報告させていただきますね。主にボランティア活動です。ボランティア活動で無料で行っています。ただ場所代が発生する場合は最高で500円の場所代もいただくこともありますけど、ボランティアとしての活動を行っております。でこのイクマを中心にして主な活動場所はここにございますように、早朝機構をやっております。ベルステージで生駒駅横の広場で朝6時半からやっております。そしてデイサービス、デイケアサービス、このほど、そして自治会としては東松ヶ丘、生駒市東松ヶ丘、そして奈良市三松ヶ丘の方もやっております。ハッピーグレーンクラブの北コミュニティセンターでも行っております。あと萩野台月曜さん、そして放課後と児童でケアサービスのワンピースでも行っております。じゃあ次、具体的なその活動の写真なんですけど、先ほど言いました早朝機構、朝これ6時になっておりますけど、6時半から毎週水曜日の木曜日の朝、生駒駅の広場のベルステージでやっております。どなたでもできる簡単な気候、そして地球を感じる、地球を感じながら地球をいたわり愛するような心でやってもらう気候、地球気候というのをやっております。お近くの方、生駒の方、ぜひ木曜日の朝6時半生駒駅前の広場にお越しくださいませ。お待ちしております。じゃ次がブレイン体操クラブとして生駒市の東松ヶ丘自治会でもやっております。第1木曜、毎月第1木曜の10時半からやっております。はい、そしてハッピーブレインクラブ、これは奈良市なんですけど三松ヶ丘自治会館でもやってます。毎月第2、第4月曜日1時5分やっております。はい、そして北生駒の方にあります北コミュニティセンターでもやっております。ハッピーブレインクラブ生駒として活動をやっております。はい、じゃあこれ体験の事例なんですけど、ハッピーブレインクラブでトレーニングをしている方なんですけど、70代の女性です。トレーニングを始めた頃は2018年7月膝がまっすぐ伸びなかったんですね。足を伸ばしても床と膝に隙間があった方が、半年後の2019年1月にはまっすぐになられたんです。そして膝板も改善されました。はい、そして次、これは10年以上前から潰瘍性大腸炎と診断されている方の大腸の写真です。この方は2016年2月からブレイン体操、ブレイン瞑想を始められました。でトレーニングを始めた直後ぐらいの写真が2017年1月この写真なんですけど、素人目でも分かるように赤くなんかただれている感じがありますね。お医者さんの見解では血管透視不良域が出現、で高血腸から S 状血腸にかけての赤い斑点ですね、骨石や小鼻卵、ただれですね、小鼻卵も散見される、少し見られるというお医者さんの見解です。それが1年後です。1年後、2018年1月の写真ですけど、素人目でも見ても実は綺麗になっているんです。お医者さんの見解では、全結腸の粘膜の血管透視性はおおむね良好、前回検査時と比較して粘膜の状態は
改善を認めますというお医者さんの見解です。そしてまた1年後、今年の1月です、2019年1月、前結腸の粘膜の血管透過性は良好、前回と比較して諸変なし、著しい変化はない、つまりいい状態を維持しているということなんですね。でこの方はもともとお薬を飲んでなかったんです。飲んでも症状が変わらないということで、薬なんか飲まないということで、このトレーニング始める前からも薬は飲んでらっしゃらなかったんです。そしてトレーニングを始めて、こんな風にもうほぼ完璧な状態で綺麗になったということは、本当にトレーニング、ブレイン体操、ブレイン瞑想だけでこんなに変わったと言えるのではないでしょうか。はい、じゃあ次の面なんですけど、はい、これは血液検査の数値です。2012年に悪性リンパ腫と診断された70代の男性のです。でこちらの方がその検査に必要ないろんな項目ですね。中性脂肪、これは肝臓関係の検査です。あと悪性リンパ腫に関する検査がの項目なんです。でこちらが正常値の数値をご参考になるように挙げました。そして2018年10月の検査結果です。トレーニングを始めてから5ヶ月ぐらいの数値なんですけど、中性脂肪から始まってどの数値もまだこの正常値ではない状態だったんです。高かったり低かったり。それが半年後です、2019年4月の検査では全て正常値の中に収まっております。で、ブレイン体操、ブレイン瞑想の効果があったのではないかと期待をされるでおります。ブレイン体操をされた方、ブレイン瞑想をされた方の感想もお伺いしました。 S さん、60代女性でトレーニングをして1年ぐらいの方です。フットワークが軽くなった、笑顔が増えた、腰椎狭窄症、脊柱管狭窄症だったが痛みはなくなり、活発的に動いても後に響かなくなったという感想をいただいています。次、60代女性、トレーニングを始めて8ヶ月の N さん、仕事が終わったらすぐ寝るしかできなかったが、今は体力がついて家事もしっかりこなせるようになった、とても明るくなったと感想をもらっています。じゃあ次の感想は N さん、50代女性、トレーニングされて3年の方です。極度の肩こりだったのが肩の位置が下がりほぐれてきた、骨格が変わってきた。次、 T さん、60代女性、トレーニング2年の方です。20年間飲み続けていた睡眠導入剤を半年後には飲まなくてもよくなった、そして笑顔が増えた。そしてまた70代男性、トレーニング1年の方、 I さん、自分の言いたいことも言えるようになった、明るくなったというような感想をいただいてます。そういうことを踏まえ、私が一番伝えたいところがこちらにあります。超高齢社会に脳教育が提案できること、ブレイン体操、ブレイン瞑想などの脳教育が提案できることは何か。じゃあここですね、一人一人が健康で、先ほどもありましたよね、健康の自給自足、自分の健康は自分で責任を持って自分で作るということですね。一人一人が健康で生き生きとした人生、ただ生きながらえるだけではなく、その次に自分の価値や自分の生きがいを見つけて、それを実現できる社会づくり、それが脳教育で期待できるのではないかと私どもは思っております。そして具体的には、先ほどもありました、健康寿命を伸ばして、平均寿命が伸びてただ生きながらえるだけではなく、健康で生き生きとした健康寿命を、最後まで健康に過ごせれるという健康寿命を伸ばし、要介護者
炎症、そしてまた先ほど言いました認知症予防に期待されるのではないか、認知症予防の効果、そしてあと介護する側、介護する側もとても大変ですよね。介護する側の方の心と体のケアもこの脳教育でできるのではないかと期待しております。じゃあ皆さんの健康と体、健康な体と心づくり、生き生きとした明るい社会づくり、地域づくりを私どもブレイントレーナーはお手伝いしていきます。皆さんのところにどこでもブレイントレーナーが参ります。ぜひお声掛けくださいませ。これをもちまして私の時間を終わらさせていただきたいと思います。ご拝聴ありがとうございます。